何回目ですかお兄さん。すいません、何本剣折りゃ気が済むんですか。本当にすいません。すいませんじゃないですよ。すいません、2層何本も何本も剣折られちゃ、こっちとら商売上がったりですよ。師匠すいません。さくよ、ほら根性鍛え直しますから許してください。根性鍛え直す前に鍛え直すもんが他にあんだろうが。なんすか。なんすかじゃねえ。すいません、ここ何屋だよ。鍛冶屋っす。そうだ鍛冶屋だよ。じゃあその鍛冶屋で働いてるお前は何だ。鍛冶職人です。そうですよ、信じがたいですがあなたは鍛冶職人です。じゃあその鍛冶職人は何をする人ですか。武器や防具を鍛え直す人です。そうです、よくわかってるじゃないですか。鍛え直すのがあなたの仕事です。はい、で結果は。原型をとどめない程度に鍛え直しています。そうですよね、原型をとどめない程度に鍛え直してるわけですよね。ってバカ野郎、すみません、聞いたことねえよそんな表現。すみません、根性を鍛え直し。根性はもういい。すみません預けてた。すみませんね、もう少々お待ちくださいませ。はい、いや逆に、あなたのその鍛え抜かれた根性には私びっくりしてますよ。はい、お客様からお預かりしているその大事な武器や防具をよくもそうやすやすと壊せたもんです。どういたしまして。どこから湧いて出るんですかその根性は。はい、そのわけのわかんない図太い根性はどっから湧き出てくるんですか。すいません急いでるんですけど。ただいまお伺いいたしますのでもう少々お待ちくださいませ。はい、何なんだよあの空気読めねえ客はよ。いやいやいや、こっちが取り込み中なのは見りゃわかんだろう。全部聞こえてるよ。だ早くしてくれよ。大変お待たせいたしました。何なんだ。剣のお受け取りでよろしかったですか。はい、聖剣ドラゴンの爪です。聖剣ドラゴンの爪は、できてますか。3時にお受け取りのツッコベル様で。あ、そうです。はい、少々お待ちくださいませ。はい、おい聞いてたら3時受け取りの聖剣ドラゴンの爪。すげえ、ドラゴンの爪。そうだよ、早く取ってこいよ。もうできてんだろ。できてます。だったらちんたらやってねえでさっさと取ってこい。これが聖剣ドラゴンの爪。お客様、はい、お受け取りの品は木の根っこカリバーの間違いではない。違いますよ。ですよね、はい、少々お待ちください。はい、もうゲームオーバーだ。 ABTV ネットワークのチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、え？ん？終わり？終わり？いや、何が？いや、何があった？おまけ。ああ、おまけ。そうだよ。ああ。ん？おまけだよね。おまけ。いやいやいや、茶化さないで。茶化してないよ。ん？いや、だから。何？茶化してない。え？お前さ。ああ。あの何もないなら何もないって言ってくれ。それだけは口が裂けても言えない。それは譲れない。本当にくだらないプライドだけは持ってますよねこのチャンネル。それが唯一の誇りです。うん。